ド・ホフマンと対戦した。五十条敷の試合の中で丁寧に一礼いたしました両者、早くもホフマン突っかけまして試合開始。岡野の一本強い、ぐるっと回りました。技はどうか、まだ何らの判定もありません。フランスのボンチェ主審、何も声をかけませんが、非常に技ありに近い有効な技でしたね。一本強いポイントですね、はい。今度は逆にホフマン攻勢に出まして内股を反抗しました。これは場外でやります。なかなかホフマンは張り切ってます ね。岡野はちょっとこの相手の規制にびっくりしたような表情でありますが、しかしそこは自信を持っております。よく見てさばいております。1分経過と返し技、これまた大きくよろめきましたホフマン。しかし1本は勝っておりません。今度は寝ずに入りました岡野、上から攻めます。これを帯を持ちまして引っ込み返しに回っておりますが、これで岡野うまく回り込みました。相手の腕とそして首を固めました。横四方固め、抑え込みに入りました。横四方固めであります。ホフマン果敢に大きく右足を跳ね上げまして暴れております。ここです。右手もしっかりと相手の帯を掴んでいます。左は相手の股の間、ホフマン帯に手がかかりました。ぐっと回ります。25秒経過、あと2秒です。あと1秒、さあ抑え込み、一本取るかどうか。ゴング聞こえません。ゴング鳴りました、ゴング鳴りました。岡野横四方固め、横四方固め、ドイツのホフマンを破りました。1分と40秒ぐらい、日本の岡野中量級の優勝であります。優勝できてよかった。表彰台で笑顔を見せる岡野は、喜びというよりも責任を果たせてよかったという安堵感の方が強かった。